はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。前回ね、ちょっとものすごい早く終わってしまったんですが、今回ちょっとまたどうなるか、もう全く覚えてないんで、早速ね、プレイしていきたいと思います。ミッション6、デビルメイクライフをスペシャルエディション、バージルモード、バージルでプレイやっていきましょう。よろしくお願いします。6分とかだったもんね、ゲームステージが終わったの。前回はね、今回はどうなるかな。一応ね、このもう言うの遅いかもしれないけど、一応武器いっぱいあるんですよ。こうやってね、まあフォースエッジっていう剣と、この日本刀ヤマトの二刀流とか格闘のね、ベオルフとかあるんですが、まあ僕はヤマト一本で戦っています。さあやっていきましょう。さかなクンたちですね。いやー、こいつはかなりね、戦いづらいですね。潜ってる間は攻撃できないんでね、一方的にやられちゃうパターンもなきにしもあらずですね。最高難度だと。なんだっけ、なんだろう、すごろくかな。やっぱすごろくだ。どうしよう、ちょっとこれ邪魔だ。あ、やべえ、撃っちゃった。あらー、まあゆっくりやるか。これね、一応あるんですよ、法則が。なんで自分がね、行きたい場所に行かせることも、6マスまでだったらね、簡単にできます。あれかな、赤とか。でも敵いっぱい出て戦った方が楽しいもんね。いいや、ランダムで飛ばしてっか。多分今5ですね、やっぱり。敵です、敵。え、多分黄色はあんま良くないな。来た来たー。うわ、ブリッツいる。危険危険。ちょっとじゃあ見にくいけど戦っていきますね。おお、こんな感じか。全く使いこなせない、この格闘のやつ。おお、弾かれた。さんは墓標だ、ここが、と言っておりますと。黄色以外は出したいね。1、2、3、4とかでいいんじゃないかな。あ、やべえ、これ何これ。え、これ何これ。紫って何。あ、ボスか。おお、いいね。まあ前回ちょっとね、早く終わってしまったんで、
今回は逆に長くしてもいいかななんて思ってはいます。いいなあ、バージル、かっけえ。で、今ここにいるから1、2、あー待てよ、1、2、3、4、5、いやあれだな、1だけだな、1だけにしよう。とりあえず1、なんか一瞬で終わらせてやりましたよ。あれもやっぱ範囲的に無理があったか。それで1、2、3、4、5か6かな。6でいきます。で、多分ボスかな。あ、違うんだ。まあいいや、面白い面白い。ちょっとね、暗くてやっぱ申し訳ないんですけどね。あぶねー。おー、しかもみんな結構強いよ。消えろー、くらえ。あ、マジ、止めた。まずい、ちょっとゲー、やべ、これ出しちゃまずいんだよね、このゲー、当たっちゃう。あぶね、消えた。ね、1、2、3、4、5、6だね。6にしよう、6狙いでいこう。もらった。あ、いいよこれは。宝箱、なんだこのドラクエみたいな宝箱は。それでどこにいる？あれどこにいる？そこだから 1、2、3、4、5、6、 まあ6だね。またあ、行ったか。6、1、2、3、4、5、6と。はい、なんぞや。また君？君しかいないのかな。当たってみる。同じ敵はないでしょう、動画的に。まあいいや、もう手加減なしでやっていきます。これをやりまくって。画面の範囲内なら当たるんですけどね、画面外だと当然ですけどね、当たりません。これそんなに、まあ正直威力も高くないな。いや、この一刀流なんでも強い。
これ強いな、初めて見たけど。それでどうなんだろう、終わりかな。で1をぴったり狙わないとまた戻っちゃうのかな。まあ1狙いでじゃあ行こうか。よし、わかった。はいはい、ここですか？こっちか。僕結構方向音痴なんですよね。わけ、あ、やっぱ違った。わけわかんなくなっちゃうんだよ、こういうの。こういうゲームやってると。まあ、バイオとかでもそうですけどね。まあ、特にね、5とかはそうでもないですけど、行ったり来たりするね、系のゲームは、わけがわかんなくなっちゃうんですよね。地図もあんまり、読むの得意じゃないんで。ボスですね。はいはい。待って、こんなに強いの？終わった。はえー。嘘でしょ。嘘だと言っておくんなさい。いや、早かったなぁ。あんな早いボス戦があるとは。あ、でもまだあるね、戦い。これでボス倒して終わりかと思った。いや、よかった。さすがにちょっとあれではあっけなさすぎた。いくら僕がね、魔人か無限とは言ってもね。みんな最後の一刀両断やる前に死んでいってしまう。行くぜ。神をも超える力。おー、いいねいいね。この数。あー、食らってる少し。おー、いいねいいねいいねって俺ド M かい。おーおーおお、見せてやるぜ。この瞬足ついてこれるか。おお、一人生き残った。あ、二人か。最後のやつ骨がありましたね。なかなか死んだと思ったけど生きてましたね。で、あ、ここまでかな。え、あ、デビルメイクライこのギミック好きだな。3でもあったような気がするんだけど。てか、このゲームのこのミッションの終着点はいつだ。もう15分ぐらい経ってるんだけど、俺はこっちで合ってんのかな。合っ
ってんのこれ。え、わかんねえ、迷ったのかな。ちょっと待って、迷った可能性あり。こっちしかなかったもんね。だってどうなってる？そうだね、こっちからこう来て、光の広場。あー待てよ、待て待て、だからこっちか。なんとなく、なんとなくだけど確かこっちだった気がする。急げ、邪魔をするな、食らいやがれ。遅い、ほらほらほら、行くぜ。やっぱそうだちょっとね、今回長くなっちゃったね。しかもあんまりなんか上手に喋れてない気もしなくはないなこっちで終わりでしょ。え、終わりじゃないの？あ、終わり？え、嘘でしょ、まだあんの？終わった。いやー、ようやくね、森のエリアまで行きました。次回ね、森のエリアになってくると思います。ちょっとね、こっちのお城のステージはね、暗くて見づらかったかと思いますけど、次回からはね、見やすくなってると思います。ということでね、長くなってしまったんですが、今回はここで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。Twitter のフォローもお願いいたします。じゃあね、今回はこちらで終わります。ご視聴ありがとうございました。